ちょっと雑な送球を見せたんですけどね。まあ、三塁ランナーがそのペーニャというところでちょっと余裕を持ってしまったんでしょうかね。そしてサンチェスに回ります。センターです。打球はセンターの秋山の取った、取りました。捕球体勢、落としています、落としています。ランナーが帰ってきました。一塁ランナーが走って、これはアウトになりました。しかし2点は入っています。これはファーストランナーの後藤が取ったということで判断してましたね。したがって今帰ってきたのは1点だけです。一瞬補給したかなと思いましたけどね。これ今審判団は特に説明もないようですね。ですからタイムリーヒット、これどう出ましたかね。ちょっと判断待ちましょう、公式記録待ちましょう。グラブには一旦入りましたよねと思うんですね。だ記録はですね、センターゴロになるんじゃないかなと思うんですけどね。これ出ましたね。土手ですかね。いや、これここまでは取ったかのように見えますけどね。完全捕球じゃないという判断ですね。そうすると、はい、記録はセンターゴロですか。しかし三塁ランナーが帰ってきましたので、先制点としては楽天が取ったということになります。